インテインを含む、タンパク質スプライシングの機構。N、エクステインは赤色、インテインは黒色、C、エクステインは青色で示されている。X は酸素原子あるいは、硫黄原子を表す。インテインとは、タンパク質分子の一部分で自動的に切除され、残った部分が、ペプチド結合で再結合されるようなものを言う。タンパク質。 イントロンプロテインイントロンという呼び方もされる。報告されているインテインのほとんどはエンドヌクレアーゼのドメインを含み、これはインテインの電波に関わっている。実際多くの遺伝子がインテインをコードする部分を含んでいるがそれらは互いに関係なく挿入位置も異なる。このような理由からインテインは利己的デニオ素とされる。 インテインによるタンパク質スプライシングはメッセンジャー RNA が翻訳されてタンパク質になった後に起こるものである。このタンパク質線具体は3つの部分 N、末端側エクステイン、インテイン、C 末端側エクステインマイナスからなる。このスプライシングによってできたタンパク質分子もエクステインと呼ばれる。最初のインテインは1987年に発見され、それ以後インテインは 全ての三つの生物界に見出されている。スプライシングのメカニズムは、タンパク質を科学的に連結する科学ライゲーション、ポ法に類似している。インテインは、タンパク質を連結する方法として、非常に効率的で、バイオテクノロジーでも重要な役割を得ており、タンパク質の人工合成や、V 選択的ラベリングなどに応用されるようになった。また、医学的にも、 インテインを含むタンパク質でその切除を阻害すればタンパク質は正常な機能を発揮できないことからこの技術は医薬品の開発にも有用かもしれない。インテインの名称の最初の部分はその見出された生物の学名に基づき次の部分は遺伝子またはエクステインに基づく。例えばサーマプラズマアセダファロムに見出さればクラーアッテペイスサブユニット A の中にあるものは タックベマと呼ばれる。普通はこのように生物種を特定するには3文字で十分であるが、バリエーションもある。例えば系統を表すために、さらに字を加える場合もある。一つの遺伝子に複数のインテインがコードされている場合、5から3の方向、または発見順の添え字をつけて、例えば MSM ナビマイナス -1 のように表す。 遺伝子のインテインをコードする部分は普通インテインと同じ名で表すが混乱を避けるためにインテインそのものは普通大文字で表し対応する遺伝子の部分は車体で表す。インテインはスプライシングに必要なドメインの他にホーミングエンドヌクレアーゼドメインを含むことがある。このドメインはインテインが広がるのに関与する。これは インテインをまだ含まない相同染色体の DNA を切断して損傷修復システムの引き金を引き組み換え修復の過程でインテインをそこにコピーするという形で行われる。ヘグドメインはインテインのスプライシングに必要ないのでこのドメインを失ったミニインテインが生じることもある。ヘグドメインを孵化したり除去したりして活性を調べる研究によりインテインの 調節的性質が明らかにされている。戦具大タンパク質のインテインが2つのタンパク質から来ている場合もあり、このようなものは分離インテインという。例えばシアノバクテリアでは、ドニーはドニー N とドニー C の2つの遺伝子に行動されている。ドニー N 産物は N 末端側エクステインとそれに続く123アミノ酸からなるインテインからなり、 ドニー C 産物は36アミノ酸からなる。インテインとそれに続く C 末端側エクステインからなる。ありがとうございます。